受注というか、追加生産ができるかどうか、数が増やせるかどうかっていうのをスタッフさんと明日相談するので、皆さん待っていただけたら、見てた、売り切れちゃった、ごめんなさい、もうごめんなさいっていうか、ありがとうございます、そんな見ていただいて。ということで、スタッフさんとちょっと相談して、なんだっけ、追加生産じゃないや、追加できるかどうか相談するので、皆さん、ちょっともうちょっと待ってていただけたら嬉しいです。でも頑張って追加できるようにするので、ぜひ皆さん、明日にはね、発表できたらいいなって感じなので、明日まで待ってていただけるといいなっていうのと、あと、もう全くね、そのバイトだったりとかお仕事されてて、インスタライブも見れなかったし、販売間に合わなかったっていう方も本当に申し訳ございませんでした。明日までしばしお待ちいただければと思います。はい、本当にありがとうございました。また明日、私のインスタからお知らせしたいと思います。はい、買ってくださった方は本当にありがとうございます。そしてまた明日買えなかった方はまた明日チェックしてください。またね。そしておやすみなさい。いい夢見てね。おやすみ。はい。